ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、食べ食う虫も好き好き。人の好みは様々だという例え。タデとは柳タデという植物のことです。葉っぱに辛みがあって、お刺身の時なんかに一緒に出てくるあの赤紫色の葉っぱのことだね。お魚の臭みなんかを消す効果もあるので、例えば鮎料理なんかではタデ酢の材料としても使われています。タデの名前の由来は舌をただれさせるほど辛いところから来ているみたいだけど、殺菌効果もあって、日本では平安時代の頃から薬味や治療薬として親しまれてきたようです。そんな辛くて殺菌されちゃうようなタデを好き好んでそれだけ食べる虫はあまりいませんが、でも中にはタデが大好物。そればかり食べている虫もいることから、人の好みはそれぞれ、他人から見れば、驚くような交際相手や趣味を持つ人もいるという意味で広く用いられるようになりました。特に男女の好みについて物好きであることを表すときに使うことが多いよね。ちなみにそんな物好きな虫さんの代表格はホタルハムシ。タデの葉っぱを食べる虫をタデムシと呼びますが、そんな辛い葉っぱを普段から食べているので少々の辛さなんて気にならないということから、一度好きになったりその状況に慣れてしまえば悪い部分も気にならなくなるという意味で幼虫猛進という言葉が生まれました。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。There is no accounting for tastes. 人の好みを説明するのは不可能である。今日のチェックポイント。There is no doing. 〇〇するのは不可能だ。〇〇できない。account for. 〇〇の理由を説明する。taste.味や味覚という意味の他に、好みや趣味という意味でもよく使われます。人の好みなんて千差万別。いちいち理由を聞いたりするなんて、そんな野暮なことはしないであげて。ましてや、その人のことを馬鹿にするような感じで言うのはご法度だね。そんなあなたも他人から見れば意外と物好きな思考を持っているかもしれないんだから。余計な詮索はしないで、そっとしておいてあげてね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!